ゴッドファーザーパート2、ゴッドファーザーパート2、ゴッドファーザーパート2、現代は1974年に公開されたアメリカ映画。監督はフランシス・フォード・コッポラ。脚本はコッポラとマリオ・プーゾの合作、PG-12 指定。ゴッドファーザーの続編だが、物語の時系列はやや複雑で、前作の後日談であるとともに前日談に相当する。 第一作で、コルレオーネファミリーを継承したマイケル・コルレオーネのの、後を語ると同時に、若かりし、頃のビトー・コルレオーネが力を手にして浮上していく、様を丁寧に描き出す。1972年に公開された、ゴッド・ファーザーの続編。原作となったマリオ・プーゾの小説の中から、前作では描けなかった父、ビトー・コルレオーネの青年時代と、息子、 マイケル・コル・レオーネのその後という二つの異なった時代の物語を並行させながら描いている。パラマウント映画はゴッド・ファーザーが公開される数ヶ月前から続編の制作を検討していた。1971年8月、ちょうどコッポラがシチリア島のロケを終えた頃、続編の脚本執筆にゴーサインが出され、パラマウントはマリオ・プーゾと契約を交わした。 コッポラはゴッドファーザー公開から1ヶ月後の1972年4月、続編の監督には興味がないと表明し、関係者を驚かせた。パラマウントはコッポラに対し制作に関する、ほぼ全面的な決定権、事実上無制限の予算などを約束し、彼を解き伏せた。コッポラは監督兼プロデューサーとして契約書に採用し、前回同様、プーゾと脚本を 共同執筆した。映画は1973年10月1日から1974年6月19日の間に撮影された。1974年12月12日に全米で公開され、工業的に成功を収めた。批評家たちからも前作に勝るとも劣らない傑作で、あると絶賛さた。同年度のアカデミー賞では、作品賞を含む9部門。 そのうち助演団優勝部門では3人が候補になったでノミネートされ、そのうち作品賞、監督賞、助演団優勝、脚色賞、作曲賞、美術を受賞した。アカデミー作品賞を受賞した映画の続編が再び作品賞を受賞したのは現在に至るまでアカデミー賞史上唯一の快挙である。 1993年にはアメリカ国立フィルム登録簿の保管作品に選ばれた。1998年にアメリカ映画協会が選んだ映画ベスト100中第32位。2007年に更新されたリストでは同じくベスト100中第32位ランクインした。この映画はテクニカラーで撮影された最後のアメリカ映画である。この映画では2つの物語が 同時進行で語られる。一つ目の物語の舞台は1958年から1959年で、前作、ゴッドファーザーに続くマイケル・コルレオーネの姿が描かれる。もう一方の物語は1901年から1941年までの、マイケルの父、ビトー・コルレオーネのありし日の姿を描く。幼い頃に、ニューヨークに渡りコルレオーネファミリーを築いていく。 美党物語が現在のファミリーを守るために戦うマイケルの物語と交錯する。映画は1901年から始まる。シチリアのコルレオーネ村で美党少年の父、アントニオ・アンドリーニの葬儀が行われている。彼は地元マフィアのボス、ドン・チッチオへの情納金を拒んだため殺されたのだ。壮烈に銃声が響いて、一人の女性が叫び声を上げる。 父王に復讐しようと目論んだ、微刀の兄パオロが、帰り家にあったのである。微刀の母は息子を連れて、ドン・チッチのところに赴き慈悲をこうが、チッチは拒否する。チッチは、シシリーの起手に従って、微刀が長じて自分に復讐に来たることを恐れたたで、ある。母は、我が子を助けるために、刃物でチッチを人質に取り、息子を逃がす。チッチの部下は、 美党の母を射殺し、少年を求めて村を捜索する。美党は村の住人の援助を得て脱出し、ニューヨーク行きの船に乗り込む。エリス島の入国管理官が彼に名前を尋ねるが、英語が理解できない美党は答えない。係の男が彼の名札から、美党アンドリーに、コルレオーネ村よりと答え、彼は、美党コルレオーネとして登録された。1958年のレイクタホ。 父、ビト等の後を次ゴッドファーザーとなった、マイケル・コルレオーネの大邸宅で、彼の息子、アンソニーの発生体式を祝うパーティーが、華やかに開かれている。その間マイケルは、別室で、コルレオーネファミリーの様々な問題に対処している。マイケルは新たに、ファミリーの拠点となったネバダ州の上院議員、パットギアリーにあって、ファミリーが手に入れた。 カジノホテルの賭博のライセンス料金について話し合う。しかしギアリー上院議員はマイケルのことをやましい仕事をするイタリア系マフィアと軽蔑し交渉は頓挫する。マイケルは聞き分けのない妹コニーと頼りないニーフレドにも手を焼いている。コニーは離婚したばかりだが子供を放置しているばかりかすでにマイケルの意に沿わない男と再婚するつもりでいる。 フレドもわがままな妻をコントロールできず、皆の前で集体を晒している。マイケルはさらにマフィアのジョニー・オーラとも話し合う。オーラはユダヤ系ギャングの大物であるハイマンドスの右腕でギャンブル産業に進出するマイケルを手助けしている。遅れてマイケルはフランキー・ファイブ・エンジェルと呼ばれる組織の幹部フランク・ペンタン・ジェリに会う。ペンタン・ジェリはピーター・クレメンザの死後、コルレオネ・ファミーの名の下で、 ニューヨークの縄張りを統治してきた人物であり、ロスを後ろ盾にした、ロサと兄弟と対立していた。ロスと協力関係にあるマイケルは、ペンタンジェリをなだめるが、ペンタンジェリは、そんなマイケルを非難する。その夜、遅く、マイケルは、重火器で武装した暗殺者に襲われる。彼の妻、ケイアダムスが、寝室のカーテンがなぜか開いていることに気づいたため、暗殺は未遂に終わる。 事件の後マイケルは、復讐のトム平原に、暗殺は誰か身近な人間が関わっていること、自分が死ぬかもしれないこと、家族を守るために全権をトムに委ねることを告げる。1917年のニューヨーク、結婚し若き父親となったビトー・コルレオーネは、友人のジェンコアッパンダンドと、リトル・イタリーの食品雑貨店で働きながら、生活していた。近隣は、 ブラックハンドのドン・ファヌッチの支配下にあり、地元の業者は、見かじめ料を収めるよう強要されていた。イタリア系移民でありながら、同じイタリア系移民を締め上げ搾取するファヌッチは、嫌われながらも恐れられていた。そして、微藤も、食料雑貨店での仕事を、ファヌッチの追いに奪われしまう。失職した微藤は、コソ泥のピーター・クレメンザと出会い、一緒に、最初の犯罪を行う。 地元の裕福なアパートから赤い絨毯を盗み出すのである。マイケルはフロリダでハイマンロスに会ってフランク・ペンタンジェリを自分を暗殺した事件の首謀者として粛清する胸を告げる。ブルックリンに戻ったマイケルはペンタンジェリに会い、今度は逆に事件の黒幕はロスだとわかっているという。マイケルはペンタンジェリにロスを油断させるために ロサト兄弟と和解してほしいと持ちかける。ペンタンジェリーとロサト兄弟の会談の最中、ペンタンジェリーはロサト兄弟によって騙し討ちをされる。しかし乱闘中に警官が現場に現れたため、ペンタンジェリーをその場に捨てて、ロサト兄弟は逃亡する。ペンタンジェリーの用心棒であるウィリー・チッチも引き逃げされる。トム・ヘイゲンがフレドが経営するネバダの売春宿に呼び出されて、セスナキで向かうと、 ギアリー上院議員が追い詰められていた。気がついたら血だらけで死んだ売春婦と取り残されていたのである。そしてトムは事件をもみ消す交換条件として上院議員にファミリーとの友好を提示する。コルレオーネファミリーの幹部アルネリが手をタオルで拭っているのがちらりと見える。トムはギアリー上院議員に事務所に電話してレイクたほの。 マイケル・コルレオーネ・テイルというアリバイを作らせる。スキャンダルをコルレオーネ・ファミリーに握られたギアリー上院議員は、もはやコルレオーネ・ファミリーに逆らうことはできなかった。1958年末、マイケルはキューバのハバナでロスに会う。この時期バティスタ政権がアメリカからの投資をさらに求める一方、フィデル・カストロ率いる共産主義者で構成される反政府ゲラは、 ソ連からの講演を受けて、キューバからアメリカの影響を排除すべく、キューバ革命の成就に向けて活発に活動していた。マイケルは他のビジネスマンと一緒にロスの誕生日を祝い、新しい取引についてアメリカでの合法ビジネスをどう割り振るか議論していた。その会議中にマイケルは空港からの道の途中で出くわした軍警察によるゲリラ取締りの最中、 自らの命を投げ打って、警官を道連れにして爆死してまで革命を成功に導こうとするゲラが勝利する可能性について言及する。マイケルの2位、フレドが政治工作に使う200万ドルを詰めたブリーフケースを携えて、ハバナに到着した。遅れて、ギアリー上院議員と政府関係者がワシントンから到着し、マイケルはフレドに、ハバナの観光案内を頼む。 マイケルは兄のフレドに自分を殺そうとしたのはロスだと告げる。新年のパーティーの後にマイケルを殺害しようとするロスに対し、マイケルはすでに対策を講じていると語る。ホテルの一室でマイケルはロスにフランク・ペン・タン・ジェリを殺そうとしたのは誰か問い詰める。ロスはラスベガスの創始者であるモーグリーン殺害事件に言及する。ロスはモーの力量を認めており、 前作で彼を殺して、ラスベガスを奪ったマイケルに対し含むところがあったのだ。その夜、マイケルがアメリカの議員と政府関係者たちとナイトクラブで過ごしている間、フレドはロスの副親ジョニーオーラと初対面のふりをする。しかし間もなく、セックスショーが始まると、フレドはうっかり、以前オーラからこういう場所を紹介された特地を滑らせる。 マイケルは自分の兄が裏切り者であると知って、自分のボディーガードを派遣して、ロスを始末させようとする。彼はジョニー・オーラを締め殺すことはできたが、ロスは危ういところで持病のため病院に運び込まれる。マイケルの部下はロスを病院のベッドで殺そうとするが、任務を果たす直前に病院に入ってきた軍警察に撃たれる。一方その頃、 大晦日から開かれている新年パーティーに出席中のマイケルは肉親に裏切られた怒りをフレドにぶつける。1959年の新年が明けた直後にキューバ政府軍が反政府ゲリラに敗北したことを政府高官がパーティーの客に告げ大部分の客は首都が共産主義者の手に渡ったキューバから逃げ出す子を選択する。マイケルたちもハバナから脱出しようとするが マイケルとと同行すするる。ことを拒否したフレドは一人で、逃走するアメリカに戻るとマイケルはフレドについてトム・平原に尋ねるロスは脳卒中の後キューバを脱出してマイアミで療養中だということボディーガードは死んだことフレドはおそらくニューヨークに潜伏中であることを伝えるトムはまたケイが流産したこともマイケルに伝える ここで、美党の物語に戻る。フレドが肺炎にかかり、治療を受けている。それを、美党は、悲痛な面持ちで見つめていた。そして、ピーター・クレメンザ、サルテ・シオとの会食にて、ドン・ファヌッチが、美党らによる犯罪と、その組織に気づいており、分け前を欲しがっていることが、機大に上がる。ファヌッチにミかジメ料を払うことを嫌がる美党は、 友人たちにすべてを彼の手に任せてもらうように懇願する。ファヌッチとの交渉は常守日に終わり、微刀たちは当初の約束よりかなり少額の金額を支払うだけで済んだ。しかし微刀たちにとってファヌッチはいずれ排除しなければならない障害になりつつあった。この後、近所で大きなパレードがあり、微刀はこの機会を利用して、ファヌッチのアパートで彼を殺害する。 ファネッチはいなくなると、美党は近所の尊敬を集め、地元の揉め事を仲裁するようになる。彼の経営する、ジェンコーリーブオイル商会は、今や、上り上司であった。本編では割愛されているが、美党とハイマンロスが出会うエピソードがある。ゴッドファーザーサガではそのシーンがある。1959年のレイクタホ、一発で、 キューバ革命から逃れたマイケルは邸宅に戻り、子供の死産や組織の危機と向き合わなければならなくなる。一方、ギアリー上院議員の在籍する上院委員会は犯罪組織の主会としてマイケルを告発しようとしていた。彼らはコレオーネファミリーから離反した殺し屋のウィリー・チッチを問いするが、マイケルが直接彼に命令したことはないので、彼の証言は大した役には立たない。 上院委員会に召喚されたマイケル。コルレオーネファミリーの操り人形になったギアリー。上院議員は、イタリア系アメリカ人への偏見を否定する演説をし、手続きから逃れる言い訳をする。マイケルは、委員会に、自分への告訴を裏付ける承認を勘問する。要委員会に要求する。次のシーンで、フランク・ペン・タンジェリが存命していること柄がかにされる。 マイケルによって殺されかけたと信じる。ペンタンジェリは FBI と協定を結び、マイケルに不利な証言をする気でいた。トム・ヘ原ゲンとマイケルはこの問題について議論し、ロスの策略にはまったことを認める。マイケルは兄のフレドと個人的に面会する。フレドはマイケルにファミリーの重要な仕事から外され、疎外感を抱いていたことをとろする。兄の告白を聞いたマイケルは、 フレドとは二度と会いたくないと静かに告げる。さらにマイケルは傍らに控える幹部のアルネリーに、二人の母親の死後にフレドを排除することをそれとくほのめかす。ペンタンジェリーが上院委員会で証言を行う日がやってきた。証言の直前、マイケル陣営が連れてきた、見知らぬ老人を見て、ペンタンジェリーは態度を急変させる。切り札となる証人が突如として、 証言を翻したため、委員会は強行状態に陥る。カズトの委員から謎の老人について尋ねられたトムは、彼はペンタンジェリヌ・ニー・ベンチェンゾであり、弟を助けるためにシチリアから来たのだと答える。マイケルを追求する。さらなる証言はなく、委員会は休止し、トムは謝罪を要求する。ホテルの部屋で、 マイケルは子供たちを連れ去ろうとするイと激しく言い争う。子供が死産した悲しみはわかるが、また作ればいいというマイケルに対し、K は流産ではなく、意図的な忠実だったと明かす。K のマイケルに対する愛はすでに冷め切っており、彼女はマイケルの子供を欲していなかったのだ。K の告白はマイケルを憤慨させる。彼は K の顔を殴り飛ばし、子供は渡さないと告げる。 ビト藤と家族は、シチリアに旅行し、オリーブオイルの輸入会社の商業契約と、地元の有力者、ドン・トマシーノとのビジネスを強化しようとしていた。コルレオーネ村に帰還したビトウは、トマシーノの紹介で年老いたドン・チッチオを訪ね、彼の承認を求める。チッチオから、自分の父について訪ねられたビトウは、耳元で、自らの蘇生を小声で明かし、 驚く父親に古文を呼ぶ隙を与えず、ナイフを突き刺し腹を切り裂いて、見事復讐を果たす。父親の邸宅から逃げ出す時に、トマシーノは、父親の古文が放った三段銃で足を負傷してしまう。父親への復讐を果たし、微刀と家族は故郷を去る。1959年、微刀の未亡人であり子供たちの母である、カルメラ・コルレオーネが亡くなった。 彼女の葬儀にコルレオーネファミリーの主だったメンツが出席するが、K は葬儀には参加していない。マイケルと確執のあったコニーも飛んで帰ってきて、フレドやトム平原と急行を温める。マイケルに面会を求めるフレドだが、トムは拒絶する。マイケルは未だにフレドを許しておらず、彼と顔を合わせるのも嫌がっていたのだ。一方面会を許されたコニーは、ボートハウスで、 マイケルと真摯に語り合う。コーニーに兄と仲直りするように説得されたマイケルはフレドと面会し、互いに抱擁を交わす。マイケルはフレドと抱き合いながらも、背中越しにアルネリを見つめてうなずく。組織の仕事から外されたフレドは、マイケルの息子アンソニーと親しくなる。二人が釣りに興じている間、マイケルは組織の幹部であるトム平原やロッコランポーネ。 マイケルとの抗争に敗れたハイマン・ロスの最終勝利について話し合っていた。ロスは引退したビジネスマンとしてイスラエルに亡命保護を申請し拒否されていたのである。これ以上の報復は必要ないとマイケルを潜めると無だが、マイケルは冷酷に敵であるロス抹殺指令を下す。前作の映像構造を反映して物語は暗殺と死のモンタージュの中クライマックスを迎える。 マイケルの指示を受けたトムは、承認保護プログラムにより暗殺の危険を避けるために、元内に抑留されたフランク・ペン・タンジェリを訪ね、彼に遠回しに自殺するよう提案する。レイクタホのコルレオーネ系では、アルネリが釣り用のボートを準備している。フレドはアンソニーに、アベマリアの祈りを捧げるという釣りの秘訣を教える。しかしボートに乗り込む直前にアンソニーは、コーニーによって、 フレドから引き離される。結局アルネリとフレドの二人だけで湖に出る。空港に到着したハイマンロスが記者たちからのインタビューに答えている。彼はジャーナリストを装ったロッコランポーネに射殺されるがランポーネも FBI のエージェントに射殺される。基地内ではフランク・ペン・タンジェリがバスタブで手首を切って自殺する。フレドは釣りボートの上でアベマリアの祈りをしている最中に アルネリに撃たれ、物も言わず倒れた。後には、静寂だけが残った。1941年12月7日にシーンバック、する。コルネオーネ一家は、微刀の誕生日のために、サプライズパーティーを計画していた。ソニーは、カルロリッツイ、前作で粛清された、コニーの夫を、兄弟や妹のコニーに紹介する。その席上で、 日本軍による新自安攻撃が話題になるとマイケルは大学を休学して海兵隊に入隊したと発表して皆にショックを与える。ソニーはマイケルの決断をあざける。トム平原は父美がマイケルにどれほど大きな期待をか定たかを語る。フレドだけが弟の決意を祝福し指示するが、それに対してソニーがフレドを非難する。 その後、マイケル以外全員で、偉大なドンである微藤を玄関に迎えに行く。別の部屋で、家族全員が、微刀の誕生日を祝う中、マイケルはただ一人食堂に残り、静かにタバコを吸う。反乱分子を始末して勝利したものの、マフィアに足を踏み入れる前の家族をほとんど失った、マイケルが一人きり、枯れはまう庭で椅子に座っている。その顔は孤独と虚無が滲み、 まるで魂を失ったかのようにうつろなった。青年時代のビトを演じたロバート・デニーロは当時無名だったが前作でソニー役のオーディションを受けていた。役のイメージとは合わずに最終的に起用されなかったものの、コッポラはデニーロの存在感や演技力を心に留めていた。その後マーティン・スコセッシュ監督のミーン・ストリートのデニーロを見て、コッポラは彼こそ 美党の青年期を演じるのにふさわしい俳優だと確信し、デニーロを抜擢した。その判断通り、デニーロは絶賛され、アカデミー助演男優賞を受賞。ほとんど英語を話さずに、オスカーを獲得した珍しい例となった。前作で晩年の美党を演じたマーロン・ブランドは、主演男優賞を受賞している後に拒否。 青年期と晩年という違いこそあれ、同じ人物を演じて、オスカーを得た俳優は、ブランドとデニーロの二人のみである。当初コッポラは、前作で、微刀を演じた、マーロン・ブランドなら、どんな年齢の役でも演じられると思い、青年時代の美党役をブランドにオファーした。しかしブランドは、前作でのパラマウント映画が出したオファーに不満があったので、巨額のギャラを要求した。 コッポラはせめてラストの誕生日の回想シーンだけでもブランドを起用しがったが、ブランドは撮影に現れなかった。やむなくこのシーンで微刀は映らず、代役なしで撮影することになったが、それがかえって、今は泣きドンの偉大さ、そして回想するマイケルの孤独を強調させることになった。前作でソニーを演じたジェームズ・カーンは、ソニー役で誕生日の回想シーンのみに出演する。 ことに同意したが、その条件とは、前作と同額のギャラを受け取るというものであった。ブルーのカービー、クレジットでは、ビー・カービー・ジュニアは若い頃のクレメンザを演じたが、前作で年老いた、クレメンザを演じたのは、リチャード・エス・カステラーノだった。テレビシリーズのザ・スーパーでは、カービーは、カステラーノと親子を演じている。カービーは他にも、ドン・サバティに、90年で、 マーロン・ブランド演じる、ビトー・コロレオーネを彷彿させる、マフィアのドンの老いを演じた。当初、現在のクレメンザも出演する構想であったが、カステラーノがセリフをすべて妻にかかることを要求したために出演を断念し、死んだ設定となった。2001年に発売された DVD の監督解説の中で、監督であるフランシス・フォード・コッポラは、作品のタイトルにパート2を使用した。 大作映画はこの作品が初めてだと述べている。パラマウント映画は当初映画の名前をゴッドファーザーパート2にしようというコッポラの案に反対していた。コッポラによれば映画スタジオはそのような大の映画は観客に着られるだろうと思って反対したという。すでに前作のゴッドファーザーを見た観客は原作にはもうほとんど追加するものがないと。 感じるだろうというのがその理由である。本作品の成功により、続編にナンバーをつけるのは、ハリウッドの伝統となった。後に、ゴッドファーザーの3作目の制作が決定したとき、コッポラは逆に新作に、マイケル・コルレオーネの死という題をつけることで自身が、作った洗礼を壊そうとしていた。しかし1980年代の工業的失敗の後で、彼の影響力は落ちていたため、 スタジオはこの案を拒否した。結局シリーズ3作目はゴッドファーザーパート3というタイトルで1990年に公開入れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。